ねえ、早くパンを焼いてちょうだい。お腹すいた。うん、ちょっと待って。俺の名前は平野俊二、二人の子を持つ父親だ。見せかされてトーストを作ろうとしたんだが。なんか焦げ臭くない？本当だ、なんか臭い。うおー、見事に失敗してしまった。嘘だろ。あー、朝ごはんが。なぜかトースターが爆発してしまったんだ。中に入っていた食パンは台無し、丸焦げだ。これだから疫病神は。こんなについてない人っているの？ごめん、まさか爆発するなんて。普通に扱ってたら爆発なんてしないわよ。パパ大丈夫だよ、失敗は誰にでもあるよ。カナタ、そんな俺を慰めてくれるのは息子のカナタだけだ。俺が疫病神と呼ばれるのには理由がある。え、また倒産？俺の勤めた会社は3回連続で倒産。しかも今勤めている会社も赤字続きでかなり危ない状況だ。私生活でも悪運続き。誕生日なのに湿っぽいな。俺の誕生日は幼い時からいつも決まって雨が降るし、毎年初詣に行っておみくじを引いても、また大凶。こんなことはよくある話。カノン、来週の授業参観は俺が行くからな。来なくていいよ、嫌な予感するし。有給を取りめったに行けない授業参観に行こうとするとインフルエンザ大流行で今日から学級閉鎖だって。もうあなたが授業参観に行こうとするから。すまん、俺のせいなのか。決まって悪いことが起こってしまうんだ。まったく、食パンが無駄になっちゃったじゃないのよ。ごめん、まさか爆発するなんて思ってなかったし。結果が全てよ、言い訳しないで。ああ、もったいないな。疫病神に頼んだ私がバカだったわ。そうだよ、疫病神は何やらしてもダメなんだから。なあ、その疫病神っていうのをやめてくれないか。俺はずっとその呼び方が嫌だったんだ。だが嫌よ。え、だって本当に疫病神なんだもの。今に始まったことじゃないじゃない。そう食い気味に否定してきた。去年の結婚記念日のこと忘れたの？あれは結婚記念日を祝うために張り切っていいフレンチレストランの予約を俺が取った時のこと。そしたら前日に食中毒で営業停止。ここまで来ればもう折り紙付きの疫病神でしょう。結局どこも予約が取れず、俺たちはファミレスで過ごしたんだ。あれ以来俺は余計なことをしないようにしている。そんなある日。パパ何してるの？ママに手紙を書いてるんだ。来月ママ誕生日だろ。喜んでくれるといいね。俺は余命プレゼントするために手紙を書いていた。これなら失敗のしようがないからな。その時。あれ、これ何？それはこの間買った宝くじだよ。彼方が机に置いてあった1枚の宝くじを指さした。めったに買わない宝くじを買ったのは1ヶ月前のこと。仕事が終わっての帰り道をいつものようにヘトヘトになりながら歩いていると、なんだ、なんだか光ってないか。でも照明があるわけでもないし、何の光だ。いつも通る道にある宝くじ売り場からキラキラした不思議なオーラが出ている気がしたんだ。だけど周りの通行人たちは全くそれに気がつかない様子で普通に歩いている。俺にしか見えていないのか。これは一体どういう。すみません、宝くじが欲しいんですが。はい、いらっしゃいませ。俺はその光に自然と吸い寄せられ宝くじを買うことにしたんだ。ここの売り場は何か特殊な照明でもつけているんですか？照明ですか？特につけてないですけど。なんだかここから特殊なオーラみたいなものが見えて。オーラ？何のことです？いや、いいんです、何でもありません。1枚ください。はいです。何か不思議な縁を感じた俺はなけなしの小遣いで宝くじを1枚だけ買ったんだ。っていうことがあったんだ。疫病神の俺が買ったって当たりっこないのにな。でも当たってるかもしれないよ。発表が楽しみだな。抽選日昨日だったみたいだな。一応確認してみるか。当選発表がすでにしてあることに気づいた俺はスマホで当選結果を調べた。1枚だけの宝くじ当たってるわけが。嘘。どうしたのパパ。そして当選番号を確認した俺は自分の目を疑った。大変だ、こうしちゃいられない。ママに報告してくるよ。え、何を？
真っ先に嫁に報告するために俺はリビングに走った。これでもう疫病神とは呼ばれないぞ。話があるんだ。いきなり何よ、うるさいわね。あたたたたた。どうしたのよ、ついに壊れちゃった。ああ、話といえば私もあなたに話があるのよ。え、だが先に嫁に切り出された話は離婚届よ。離婚だって。夫婦生活の終わりを告げるものだった。そうよ、もううんざりなのよ。出世しない男といたら貧乏になるだけでしょ。そんなの無理。そうだそうだ、一緒にいても得しない男は出てけ出てけ出てけ。俺は突然の離婚話に唖然としてしまった。それは決定事項なのか。もちろんよ。そうか、さっさと荷物まとめてちょうだいね。きついことを言われても家族なんだからと思っていたのは俺だけだったんだな。なんだかんだ愛情は残っていると思っていた俺はショックでたまらなかった。パパ、どこか行くの？ママとお別れすることになってな。出て行くんだ。え？俺の荷物なんてもともとそんなにない。ボストンバッグ一つで十分だった。じゃあな。あんたとはもう他人なんだから連絡とかしてこないでよね。これ以上疫病神に取り憑かれたくないからね。そして俺が玄関から出て行こうとした時、僕もついて行くよ。カナタ、カナタが俺に飛びついてきたんだ。俺と一緒に来てくれるのか、カナタ。別にいいわよ、ついて行っても。カナタはあんたに似てるし、きっと成長してもあんたと同じで出世できないわよ。お前、俺に何言ってもいいかな。カナタにそんなこと言うのはさすがに。いいよパパ、もう関係ないでしょ。それから俺たち二人は家を出た。パパ、これからどうしようね。心配するな、カナタ。お前には悪い暮らしはさせないよ。ん？どうしてパパ笑ってるの？だが、俺に生活の心配はない。ほら、これだよ。これって、さっきの宝くじ？なぜなら俺には、この宝くじがあるからだ。そう、この宝くじは、当たったんだよ。一等の5億円がな。幸運の神だったのだ。きっと俺たち二人の新しい門出を祝う、神様からの贈り物だったんだ。100円玉が何枚くらい？数えきれないくらいいっぱいさ。うそ、5億円が当たってる。あの時何度見直してもこの宝くじと一等の当選番号が一致していた。きっと今までの悪運はこの時のためのものだったんだよ。俺にこんな幸運が舞い込んでくるとはな。今日はいいホテルでも泊まるか。わーい。それから俺たちは銀行へ行き早速換金。お風呂も広いぞ。得たお金で入った有名ホテルのスイートルームは今まで見たこともない夢のような空間で、明日からもっと楽しいことしような。うん。思いがけなく大金と自由が手に入った俺たちは今までの鬱憤を晴らすことにしたんだ。ひゃー。次の日は遊園地で思いっきり遊んだ。俺は今まで一度もカナタを遊園地へ連れてきたことがなかったんだ。僕あれにも乗りたいよ。いいぞ、行こう行こう。カナタも楽しんでくれているようだが、俺も童心に帰り心から楽しんだ。人生どうなるかわからないものだな。俺は突然手に入った幸せをかみしめた。あの疫病神との離婚から1ヶ月。そろそろ貯金も底をつきそうね。まあ貯金がなくなれば新しい男を捕まえればいいわ。働く気なんて一切持ち合わせていない私は貯金を切り崩して生活していた。その時、あれってパパとカナタじゃない？あら、そうみたいね。曲がり角であの疫病神を発見したんだけど。ホームレスでもしてるのかな。そうかもね。あら、でもなんか小綺麗な格好してない？そう言われればそうね。なぜか二人は出て行った時よりも見るからに綺麗な格好をしている。気になってついていくことにしたんだけど、ここがあいつらの家？ここで暮らしてるというの？嘘、なんで？二人が入っていったのは今の家よりも数倍も大きな豪邸だったの。私は理由が分からず混乱したわ。どうしてこんな大きなお家に住んでるの？急にお金持ちになっちゃったの？急に金持ちになんかなるはず。その時私は思い出した。以前あの疫病神がたった1枚宝くじを買ったと言っていたのを。あれよ、きっとあの宝くじが当たったのよ。じゃなきゃあの疫病神がこんな家に住めるはずがないわ。ずるい。まさかこんなことになっていようとはね。ママ、
に住もうって言おうよ。待ちなさい。お金は欲しいけど、あの疫病神はいらないわ。ママ、私はカノンを止めた。お金だけを手に入れるために。お、お客さんかな。俺たちが一括で購入した新居でくつろいでいると、突然インターホンが鳴って。お前たち。やってきたのは1ヶ月前に俺たちに出て行けと言った嫁と娘のカノンだった。さっさと開けなさいよ、疫病神。こんな家を買うなんて、さすが宝くじの高額当選者ね。ぬ、バレていたのか。玄関を開けると2人はずかずかと家の中に入ってきた。ま、そのお金は分けてもらうけどね。こんにちは。そして突然弱々しい男が現れ、嫁は意味のわからないことを言い出した。どうしてだ。それに誰だ。どういうことなのパパ。彼は私が雇った弁護士の弱しさんよ。いろいろ説明してもらうから、耳の穴かっぽじってよく聞いときなさいよ。財産分与についての話し合いになります。すると言い出したのは財産分与。離婚にあたって夫婦で築いた財産を分配することよ。つまりあなたの当選金も当然私に半分分け与えられるの。分け与えるだって。いくら私に支払う必要があるのか教えてあげなさい。はい。そして嫁に促され、弁護士が提示した金額は0円です。そう、あなたは私に0円を。0円。はい、0円です。ゼロ。ふざけんじゃないわよこのエセ弁護士。離婚届は俺たちが家を出た日に提出したんだ。その後に当選金を換金したから、これは共有財産ではないですよね、弱し先生。はい、その通りです。むしろ夫婦二人で築き上げた貯金の半分を俊二さんに渡さなければいけません。どうして金を持ってない方から巻き上げるのよ。おかしいでしょ。そうだそうだ。財産分与とはそういうものですから。嫁は自ら連れてきた弱し先生にイチャモンをつけた。そうだ、再婚よ、再婚しましょうね。私たちまだやり直せると思うの。パパ、また一緒に暮らそうよ。そして金をもらえないと分かった二人は俺に復縁を求め出す始末。最初からそう言ってくれていればまだ受け入れられたかもしれないが、もう手遅れだ。出て行ってくれ。そんな。パパ、そんなこと言わないでよ。だがそれを受け入れるほど俺はバカじゃない。まだ居座るようなら不法侵入で通報させてもらうが。通報？諦めましょう。勝ち目はないと思いますよ。最初から言いなさいよ。ちゃんと何度も説明しましたよ。でも聞いてくれないから。バイバイ。そして二人は弱し先生と共に帰っていったのだった。数日後、俺たちは最初の1ヶ月は合流したが、それ以降は普通の暮らしをしている。今日は肉が安いな。そうだね。あの嫁を見ていたら、金で変わってしまう人間に恐怖を覚えたのだ。これからもつつましく生きていこうと思う。今日も見てくれてありがとう。じゃんけんぽん。